ここはね、私の親友のご実家がやっている、もう古くからやっている老舗で、小島商店というお肉屋さんが、その隣にカフェを作ったんですね。ミートカフェ小島っていう、もうハンバーガーとかステーキともすごく美味しいカフェなんですけど、ここのハンバーガーが食べたくなって、今日はドライブがてら横浜まで来ました。そしたらついこの間、野毛で初めてのパン屋さんということで、小島さんが作ったベンハーっていうパン屋さんなんです。そこがオープンしたっていうので、そこも覗いてみました。美味しそうなパンやジャムが置いてありました。素敵だよね、ここ。とっても素敵でした。ね、もうちょっとゆっくり見たかったけど、ささっと帰ってきちゃいました。買ってきました。受け取りました。お家に帰ってみんなで食べます。もう横浜大好きママ、もうパパと結婚するずっと前からよく横浜に来ていたんだけど、まあ、あの頃から思ったら、なんと変わったことか。これ何？ゴンドラ？ロープウェイっていうんじゃないかなロープウェイ、みなとみらい、ね、これはもうデートには最高の場所よね。そうだね、本当に今なかなか行けないから。本当本当だったらゆっくりお買い物して帰りたいところですが、即帰ります。さあ、お腹空いたんだ。今日なんでハンバーガーにしようってことになったんだっけ。確かね、私ね、前からハンバーガーハンバーガーって言っていて、今日は朝から床磨きをしたんですよ。ワックスがけとか、もう本当にもうあっという間に1年が半分来ちゃったからね、少しきれいにしようと思って大掃除をして、もうお腹が空いたから買いに行こうってことになりました。この日は小島バーガーと BLT バーガーと、これはアボカドバーガーを頼んできました。このさつまいものポテトがとっても美味しいんです。見えるかな、こんなんです。暗いかな。いただきます。美味しい、お芋。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。なんだかとってもゆるい動画になってしまいましたが楽しんでいただけましたでしょうか。たまにはこういう夜もあっていいわよねそれでは最後に告知をさせていただきたいと思います。はい、今度の7月20日の火曜日の4時から、このチャンネルでお料理ライブをしたいと思います。第2回目ね、はい、はい、皆さん一緒にお料理しましょう。概要欄の方に何を作るか、使う材料なども書いておきますので、もしよかったら一緒にお料理しましょう。それでは今日もありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバ